に温泉のおかみみたいだわ。そうかしら。ありがとう。温泉らしい雰囲気を出したかったのよ。さあ、みんな外に立ってないで中に入ってちょうだい。はあ、すごい。中も外も温泉として完璧です。ユドミラ一人で作ったんですか？まさか。もともとあった温泉をアンリミテッド全員で修理したのよ。もちろんマイティーツールズに遠隔でいろいろ教わりながらね。あたりに他の温泉がないか調べに出ているわ。他にも見つかったらここみたいにするんですか？勘がいいわね。そのつもりよ。うまくいけばここは憩いの場として多くの人が訪れるようになるかもしれないわ。だから温泉は多いほどいいのよ。素敵ですね。仕事中に休みたくなる時もあるし、いい考えだわ。この温泉なら疲れも取れそうですね。そう言ってくれると嬉しいわ。任務の後で温泉に入ってもいいですか？もちろんよ。今から入っても問題ないわ。その前に、まだ雪見温泉は完成していないの。任務のついでに仕上げを手伝ってもらえると助かるわ。まだ片付いていない場所も多いのよ。一人でやるには限界があるわ。頼んでもいいかしら、しもべ。大勢で来てよかったですね。あの余ってる着替えはありませんか？この服だとちょっと作業には不向きで。あ、じゃあ私の分もお願いしていいですか？そうね、あるにはあるけれど3着しかないわね。来るのはカウンターズだけだと思っていたのよ。こんなに大勢だとは思いもしなかったわ。あ、私は大丈夫です。通信用の装備を背負わないといけないので。私も装備の変更は不要です。私はいらない。私も残念だけどパスするわ。任務の邪魔になりそうだから。私も大丈夫。私は温泉に入れればいいから。あら、思ったより簡単にまとまりそうね。それなら残りは4人かしら。私も着なーい。ミカが着てよ。私が？いいよ、私はいいからベロータが着て。やだよ。おもちゃ屋のオーナーは私だもん。だから、ミカが来て。そうね。ブラン、ノワール、ミカの3人でいいかしら。はあ、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、3人が着替え終わるまで。他の方たちは私とティータイムでもいかが？ウェルカムティーを用意するわ。いい香り。暖かくて体がほぐれる気がするよ。なんだか任務というより旅行に来たみたいですね。はあ、この服胸が苦しいです。私だけ何かが足りないような気がします。
か、すごくかわいいわ。ブランとノワールもよく似合ってます。かわいい。ありがとうございます。恥ずかしいです。ミカはここで働いてる人みたい。うん、ベロータ本当にここで働いてみたらどうかしら。待遇は悪いようにはしないわ。え？それは…ミカいいな。スカウトまでされちゃって。じゃあ、おもちゃ屋はやめちゃうの？違うよ。おもちゃ屋は絶対やめないよ。じゃあミカ、掛け持ちで忙しくなるね。いいね、いいね。ベロータも一緒に来たらよかったのに。私は今の服の方が楽だから。そうね。お仕置きしてあげる。リロードも恥ずかしいです。リロード。見ただろ、あたしも強えけど仲間たちはもっと強えんだ。お姉ちゃん、こっち手伝って。うん、ちょっと待ってて。温泉水の量はこれくらいでいいですか？十分だわ。地中に反応がありますね。デルタ、確認してくれませんか？すぐにバンカーバスターを準備します。え、そこまでする必要は。あら、何か光ってるわ。宝石みたい。鉱物みたいだけど。指揮官、こういうのも持って帰るの？そうね、他の鉱物もないか確認してみるわ。おい三流、この辺りの土も持って帰った方が良さそうだ。温泉水の周りの土なら微生物もたくさんいるはずだろう。それが研究に役立つはずだ。なるほど。おじさん、ちょっと手貸して。雪はいっぱいあるから。ベスティー、目を閉じて手を貸して。目を閉じるの？どうして手を？プレゼントあげる。あ、おじさん、手から赤いのがこぼれてますよ。早く洗った方が良さそうです。それ、激辛ソースなので後で手がヒリヒリするかもしれません。それは私もやられましたから。最近ベロータは激辛ソースのいたずらにはまってるんです。あ、それからおじさん、温泉の周りで何か幼虫みたいなものをたくさん見かけました。ルドミラの仕事を手伝ってたら見つけたんですが、これも持って帰りましょうか？はい。わーい、面白い。え、
エンマ、ベロータが。よくわかりません。今は何も起きていないので平気ですが、やっぱり胸の片隅には不安があります。早くクリスマスが過ぎてほしいです。うん、おじさんごめんなさい。ここ数日こんなことばかり言って。分かってくれてありがとうございます。ミカ、こちらを手伝ってもらえる？あ、はい。ああ、そうだわ、しもべ。アンダーソンに連絡することがあったら、想像以上に好物が多いと伝えた方がいいわ。デルタ、好物の信号をキャッチしました。了解、行きます。また別の色の鉱物です。あの調子で新しいものが見つかっているから。やはり柔軟な考えをお持ちの方ですね。大人数だったからあっという間に終わったわね。毎日温泉三昧だわ。私もこんなところで足止めか。なんだかクリスマスらしくなってきましたね。おじさん、おいしいものあげよっか。じゃーん、雪玉かき氷だよ。いちごシロップだよ。早く食べてみて。すっごく冷たくて甘いよ。じゃあ食べてくれないの？私が一生懸命作ったのに。おじさんって毎回だまされるよね。おじさんに捕まったら私もそれ食べるから。でもミカは心配しすぎ。無事なようで安心したわ。子供は怪我をしながら成長するものよ。
ミカもあまり心配しない方がいいわ。ここは医療設備も整っているから。雪見温泉って何でもあるんだね。さあ、みんな久しぶりの休暇でしょ。仕事はここまでにして存分に楽しみなさい。